あれ、わかるかしら。あれ、右行ったら長浜行く方向よ。で、これ、変化ね。あえてね、国道行っちゃうと、中線路行っちゃうと、歩道が少ないかもしれないから、ちょっと農道で並走するわよ。あっちの方に、田和田、ローザンベリー田和田があるわよ。出発。意外と、国道を通らんでも、裏道で行けるでやんす。やられた。行き止まり。ロス。何かしら。怪我人が出たのかしら。首が落ちてるわ。あ、東海道線。電車が違うわね。歩道があってよかった。中山道でもこういう急の道を通っていけば安全に行けるわね。サメガイ駅。歩道ないわ。危険や。いろいろ迂回しながら行ってまーす。めっちゃ遠回りしてるけど、まあ安全のためにね、歩道がないからね、裏道ばっか通ってまーす。9時、まだ米原市内。これからが上り道だ。坂、これが関ヶ原ってわけ。同業者はほぼ今いないわ。ああ、前回と何が違うかっていうと、風がないのが本当楽だよ。楽だわ。うん。それとね、まああのバッテリーも割とちょっと使い気味でね、前だいぶ残ってたんで、今日は惜しまなく使っては、うん、こういうちょっと坂のところはね、普通の通常モードで、さっきまでエコだったんですけどね、もうエコだと本当全然、さっきもう50キロぐらい走っても10キロちょいしか入ってなかったわ。これ立派な中学校よね。琵琶湖放送の CM でここに出てくるわよ。岐阜県関ヶ原市じゃないわ、関ヶ原町に入ったわ。県またいじゃった。これ途半車線があるとこね。そしてここ見て、これより中山道だって。これが本当の中山道みたいよ。昔の人が歩いた道を興奮してきたわ。ふうふうふう。これ本当に大丈夫かしら。ちょっとお腹空いてきたから虫でも取って食べましょうかね。千円チャーシュー、千円チャーシュー、うわぁ、千円チャーシュー、すごい。でも気持ちいい。マイナスイオン、ふぅ、ふぅふぅ。これ上を本当はね、車走ってみたいなんだけど、あれ、あれ高速か。で、これ見て、線路がすぐ横、すごいわね。こんなとこ車じゃなかなか通らないから、捨てたもんじゃないわね、自転車も。あれ、どうなってんの、行き止まりじゃないわよね。これ踏切渡るのかしら。こっちも線路、こっちも線路、踏切あるわ。単線ね。あ、同業者。見てこれ、傾いてるわ。倒れちゃいそうよ。うわ、すんごい。あ、なんだこれ。これでもほんと岩市もすごい景色いいんだけど、なんかあの湖岸ずーっと飽きちゃうんだけどね。こっち景色がいろいろ変わって楽しいわ、こっち。ほんと。あ、これ新幹線じゃない。新幹線のトンネルだわ。すごい。楽しい。なんか歴史的なとこって感じね。大谷なんとか墓だって。旗もかっこいいわ。さっき新幹線が急に通ったんだけど、音がびっくりしちゃった、ちょっと。すごいなんかかっこいいわね、あのトンネル。なんか今ピヨ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 でええな。あったわ。なんだろう。動物よけかな。楽しい。なんだ、残念。戻っちゃったわ。関ヶ原ってほんと雰囲気出てるわ。もう昔戦ったって感じがすごい、プンプン垂れてる。すごい。峠を越えたわよ。もうだんだん大垣の町に近づいた。やったぜ。今回全然楽なんだけど、やっぱり風がないのは全然違う。前、もう長浜ぐらいで死にそうになったけどね。もうそれ以上今走ってるはずよ。徳川家康、最新の家。すごいいいわね、景色。あ、新幹線のバッテリーが通ってる。